突然だが霊夢、川島よし子という実在した女スパイを知ってるか？男装の霊人として人気だったね。ということで今回はこちら。川島よし子は男になりたい。よし子は17歳で上海に渡った。理由は上海キングに会うためであった。上海キングは対価と引き換えに、どんな願いも叶えてくれるからである。そんなよし子の願いはただ一つ。男になりたい。なぜなら世間で語られる冒険譚は、男がメインだからであり、さらに尊敬する人物の教えは、男では成し遂げられないと考えていたからであったわけだ。ということで上海キングはこの願いを了承する。そして男としての冒険が幕を開ける、といった始まりだ。でもまだ女の子に見えるんだけど？実は最初はお試し期間なんだ。性別って試せるものなの？針の技術というのはすごいってことよ。そして防画の境地に達すると男になるんだ。言い回しが難しい。簡単に言うとだな。性的興奮が最高潮に達すると、女から男に変化するんだ。とんでもない条件で草。身体能力も飛躍的に向上するぜ。そして泣いてしまうと、男から女に戻ってしまうんだ。戻るのは緩いんだね。そしてお試し変身期間とはいえ、対価は存在する。それが今回は、愛神カクラフギを資金上から逃がすというものだったんだ。日本史で聞いたことある名前。この作品はフィクションとはいえ、実在した人物がベースにあるから、歴史上の人物も出てくるぞ。そしてフギの救出を経験したことで、女じゃないとできないことがあることに気づき、完全に男になることを一旦保有するんだ。さらっと救出が終わってて草。そうして一旦自分の生活に戻ろうとしたよし子だったが、フギを救出した腕前、男女どちらにもなれる肉体を持つよし子を様々な組織が放っておかない。ということで、いやおうなしに、スパイ業務に身を投じることになるという作品だ。本人的にはいいのかも。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。